どうも皆さんこんにちは、ドズルです。今日はマルチの方をやっていきたいと思います。今日はね、バルガゴです。ラバが入ってますが、バルガゴをメインの戦い方を見ていこうと思います。まあ、クラン対戦で使う、ラババルガゴかな、ラバを混ぜたバルガゴとはちょっと違いますね。援軍に1体、自分ので1体でラバ2体なんで、まあ、星3つ取りに行く、ラババルガゴっていうよりも、星1つもしくは星2つを確実に取りつつ、ダークエリクサーをね、ゲットするみたいな、そんなマルチプレイを、見ていこうと思います。まあね、ダークエリクサー1500を一応、私は、基準としていまして、1500ちょっとね、出るまでは探そうかと思います。まあ、タウンホール9以下で、ダークエリクサー1500あれば基本いきますね。でまあ、ちょっと微妙なベースばかりですが、前回というかちょっと前にマルチプレイの、ジャイズを紹介したんですけれども、結構ね好評だったんで、まあ、今後はねマルチプレイの、リプレイも結構いっぱい上げていこうかな。おーすごい、ここは、外出しですかね。外出しはねコツコツ私は狩る派です。テスラがないかをまず確認して、ないですね。ないかったらあじゃあクイーン OK、これでもね大きいですからね。今私クリスタルリーグにいるんで、これだけで、6万5300、ゲットできます。やっぱりね外出しをなめたらダメですよ。外出し発見したら絶対、攻めましょうね皆さん。で、また検索を続けていこうと思うんですけれども、ダークエレクサーねやっぱり非常に、重要になってきますよね。そのジャイウィズにしろバルガゴにしろね、やっぱり目的っていう、資源集めの目的っていうのはダークエレクサー集めに、おまた外出しですね。これもいただきましょう。まずテスラを確認してなかったら、あじゃあクイーンですね。 OK です。やっぱりねダークエレクサーの重要性っていうのはタウンホール9の後半からタウンホール10にかけては、ね、非常に、高くなってきます。なんでやっぱりタウンホール9の、前半の皆さんね、ダークエレクサーをなるべくたくさん蓄えてヒーローレベルを早めに上げてしまった方がお得です。私もねちょっとタウンホール9の序盤の時はヒーロー上げっていうのをかなりサボっていたので、まあ、今もう防衛施設はずっとカンストしているんですけれども、まあ、コツ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 ね、ヒーローレベルと壁を上げるという日々を送っているわけですね。やっぱりダークエリクサーなかなかたまらないですね。みんな結構中に蓄えているんで、なんで今、バルガゴやったり飽きたらジャイウィズやったりババーチャやったりっていう、まあ、そこら辺を何回も何回も繰り返しながら、いろんな方法で飽きないようにしながらダークエリクサーをね、集めているといった感じですかね。おここはダークエリクサー1500以上あります。やっと見つけました。では、ここ攻めていこうかなと思います。バルガゴはね、まずラバでターゲット取るんですけれども、まずは援軍をね、いるかどうか確認します。ここは対空砲が結構4つとも寄っている近くにあるので、結構スピードが命になってくるかなと思います。ラバの溶けるスピードが多分かなり速いと思いますね。なんでまず援軍を、確認して、 OK いませんね。いないと分かったらラバを出してすぐバルン、すぐバルン、 OKOKOK って感じで、ラバを出してすぐバルン、すぐバルン、 OKOKOK。 そして、ガーゴイルを後ろから、ガーゴイルもね必ず、後ろから沿わせる感じで出してあげてください。アーチャークイーンの処理っていうのをやっていないのでね、アーチャークイーンをやっつけてくれるのはパピーと、ガーゴイルになってくるんで、やっぱり、すぐガーゴイルを出してあげるっていうのも非常に重要です。でね、ぶっちゃけ星3つ狙いじゃないので、魔法はね全部使わなくてもいいです。今回もレイジ2つのみですね。で、ジャンプがなぜ入ってるんですけれども、ジャンプはねさっきまで、ジャイウィズやっていた名残で別に意図して持ってきているわけではありません。今回ちょっとこれガーゴイルがね流れちゃって、ヒーローでダークエリクサーを取りに行く感じかな、しようかな、と思うので、まあ、ジャンプもしかしたら使うかもしれません。アーチャークイーンがうまい具合にターゲットを取って、ダークエリクサーを取ってくれたら使わなくてもいいかなって感じです。おいいですね、はい、ターゲットがうまく取れました。これでアーチャークイーンが、うまくね頭いいアーチャークイーンの時は、ダークエリクサーを取ってくれるんですけど、どうでしょう。壁を攻撃してるんで、ジャンプ
はい、これでダークエリクサーはゲットできます。まあ、イメージとしては、ラバーバルーカゴ、空の舞台である程度防衛説を一掃してから、ヒーロー舞台で、ダークエリクサーやタウンホールを狙っていくといった、まあ、そういった流れが主になってきますかね。これで、トロ上げをしながらダークエリクサーをゲットすることができます。まあ、個人的には、トロフィーが下がることがほとんどないので、まあ、そういった点がね、バルガゴのいいところかなと思います。まあ、やっぱり、皆さんねマルチプレイ、どんなプレイがね、どんなプレイがっていうかどんな編成が好きかっていうのは人それぞれかと思いますが、まあ、私は飽きないように、ソラをやったり、ジャイウィズをやったりとね、いろいろ変えつつやっています。今日はね、バルガゴをやってみました。ということで、皆さんぜひおすすめの編成とかね、まあ、こういった編成で攻めると、かなり、ダクエリ浮くよみたいな、そういった編成あればぜひコメントで教えてください。ということで、今日はこの辺でまた明日。バイバイ。